ベビーパウダーは主として汗もやただれ防止に皮膚に塗布する粉末、乳幼児に用いることが多いためこの名がある。タルカムパウダーとも言う。ベビーパウダーのボトルしたる原料は、滑石などの鉱物とコーンスターチなど植物のデンプンである。日本古来の添加粉も同じ目的のものであるが、本来は木から数入りのデンプンを言った。作用としては、 微細な粒子による毛細管現象で水分を吸い上げ、デンプンによって湿度を適度に保ち、活石によって皮膚表面を滑らかにする。決して乾燥させるわけではなく、皮膚同士の摩擦を少なくすることによって汗毛をできにくくする。パウダー商品の種類にはパフのついているものとそうでないものがあり、缶に入っているタイプと小さく持ち運びに適した。 シェーカータイプなどが存在する。なお別称となっているシッカロールは国内初のベビーパウダーであり和行動ブランドを持つアサヒグループ食品の登録商標である。シッカロールという名称はラテン語で乾燥という意味のシッカチオから名付けられた。乳幼児は時に衣服による汗もやただれ等の肌の異常を起こしやすい部位にパフで直接薄く撫でるように もしくは軽く押さえるようにして塗る。厚く塗ってしまうとダマになる恐れがある。感染を塞いでしまったり汚れが残ってしまうと肌のかぶれを悪化させることがある。乳幼児以上の児童や成人の肌への使用も支障はなく、汗ばむことの多い体質や季節には効果的である。力士がよく使用している。近年では修練剤や保湿成分などの薬用成分が添加された商品を 市場に多くで回っている。湿度の高い季節にマージャンをやると湿気でマージャンパイ同士がくっついて積もりにくくなることがあるがベビーパウダーを少量を振ってよく洗いパイするとこれを防止できる。このためベビーパウダーを常備しているジャンソーがある。80年代以前のウェットスーツには現在のように布地が貼られておらず単にゴム素材のままだった。 そのままで着ると体との摩擦が大きく、着にくく、下手をすれば破れてしまうこともあるので、ベビーパウダーを内側に振って、滑りを良くしていた。ウルトラマンやウェットスーツを素材にしていた70年代のヒーローも、上記の例外ではなく、撮影に、アトラクションショーに、ベビーパウダーは必要不可欠で、必ず衣装とセットで梱包されていた。同様に、 タイヤチューブの摩擦防止のためにタイヤパウダーの代用として用いる。ベビーパウダーもタイヤパウダーも同じタルクが主成分でタイヤパウダーより安価である。タルク配合のベビーパウダーを瞬間接着剤の補材として混入させると原理に基づき液剤は粉体粒子の微細な隙間に浸透していき、結果として接着後の強度をある程度粘りあるものにし代償として 効果開始時間を延期する。これを利用したものが瞬間接着パテと呼ばれるもので、かつてはアルテコ社から SSPHG として販売されていたが、現在は GSI クレオス社に引き継がれ、ミスター・ホビーシリーズ入りし商品名とパッケージが変更された。1987年7月、ベビーパウダーの原料である活石に不純物として、 石綿が混入していたという事件があり、労働省産業医学総合研究所の調査によって、11社19、製品のうち5社の製品に関して、アスベストの混入が認められた。現在においては、厚生労働省の定めた、不純物混入試験を経た、活石以外は、原料として使用することが許されていない。2008年には、 アスベストが混入していたとみられるベビーパウダーを扱っていた元労働者に労災認定が認められたケースが現れた。アメリカでもベビーパウダーは食品医薬品局の検査対象となっている。2019年にはジョンソンジョンソン社がオンライン販売していた製品から微量のアスベストを検出。同社は2018年に販売した当該ロットの自主回収を始めた。 アメリカでは長年女性器にベビーパウダーを使用し続けた女性が卵巣癌になった原因はパウダーにあるとして大手製造メーカーであるジョンソンジョンソン社を訴えるケースが増えている。2017年にはジョンソンジョンソン側が敗訴したケースも見られたが会社側は安全性に問題はないとして上訴している。しかしながら北米では 消費者の行動変化や発言性をめぐる懸念から売り上げが減少。J&J は2020年5月19日、タルクを原料とするベビーパウダーの販売をアメリカとカナダで中止することを発表した。ありがとうございます。